はい、こんばんは、トーマスグキです。今日はですね、北海道旅行なんですけど、今北海道にいます。北海道あれですね、寒かったですよ。寒かったっていうより雪降ってて、やっぱあれです、冷蔵庫の中に入った感覚なんですよね。なんか冷えたなっていう感じがしますね。息を吐くと煙のように白い 煙が熱が出てくるんですよね。めっちゃ寒かったですけどね。ねえ、あと今日はテレビ塔っていう北海道札幌にあるタワー、東京タワーみたいなのがあるんですよ。そっちにも行きまして、景色綺麗でしたね、札幌市内ね。イルミネーションもすごかったですね。クリスマスツリーとかね、結構いっぱいでしたし、綺麗でしたね、本当。はい、綺麗でした。楽しかったですよ。はい、北海道ね、本当ね、楽しいですよ。今日はレストランであれも食べましたね。あれです、カニ海産物の料理を食べましたね。これは後ほど後日動画トークをしたいと思います。はい、撮りましたので、はい、そちらもご覧になってくださいね。はい、本当楽しかったですよ、北海道。はい、本当ね、はい、本当楽しかったです。最初タクシーたんですよね、ホテル行く前に少し行ったと思ったんですけど、タクシーの運転手が北海道について話してたんですよね。はい、北海道は人口はそんなに多くはないみたいですね。やっぱ札幌市内、札幌市の方が一番、北海道で一番多いみたいですね。はい、確か2番目か3番目ぐらいかな、旭川の方が、旭川市の方が多かったみたいですね。はい、人口はね、これは意外でしたね。北海道ね、面積広いじゃないですか。多いのかなとも思いましたけど、結構そんな、ね、多くはないみたいですね。しかも何百万人、ありがとうございました。では失礼します。